よろしくお願いいたします。おはようございます。おはようございます。いい青空になったなとそう思ってます。しっかりとその太陽のもと頑張れ、走り続けと、そういう天からの啓示だと思っています。私もこの町になんだかんだと暮らして14年目になりました。いい町です。函館、ブナの林があって本当にこれが風にそよぎ、いい山があって、そして目の前にいい海がある。朝に夕にキラキラと輝く本当に素敵で素晴らしい町、それが青森市だと自分でも感じています。心からそう思っています。この町がもっともっと良くなってほしい。市民一人一人の方々にとってこの町で生きることが本当に嬉しい。ここで子どもたちが子どもとしてのびのびと育つ、皆がそれぞれの年代がこの町で幸せを感じる、そんな町になってほしい、そういつも思って見つめてきました。ただ課題、そう言ってはこの町に対して失礼かもしれないけれども、自分の思いとしては産業のこと、財政のこと、こういったことがもっと元気になればいいな、しっかりと未来が見果たせるようになればいいな、そのことを思ってもいました。いや、逆に大きな危機感というものを自分の立場として見つめてきました。いい町だ、本当に一人一人もこの町で出会う人、付き合う人、いい町だ。だからこそこの町が未来に向かって元気にしっかりと再生してほしい。すべての年代がこの町がもっともっと好きになる、そのための確固たる基盤というものを今もう一度再起動、再生させていく、そのことが求められると、そう思っていました。時代が、あるいは状況が、環境が人を呼ぶのか、本当に私今そう思っています。小野寺明彦君が全てのキャリアを本当に持っていて、今まで積み重ねた全てを振り捨ててこの町で出会い、この町で結ばれる最愛の奥様と、その自分の青春の町、この町を再生したい、自分の手で、自分の手でこの町の未来を切り開きたい、そう言ってキャリアを全て放り捨ててやってきてくれた。やはり時代が彼を、そしてこの町が彼を求めたと、私はそう確信するところであります。青森再生市政を前に、その言葉を小野寺君は掲げました。確実に実行できる、しかも責任というものをしっかりと自覚しながら、将来にわたってこの町で次の世代が頑張れる新たな産業の在り方ということも含めて形作っていくことができる、そして何よりもその基盤となる私自身、この十数年ただひたすら石にかじりついて、行財政改革、財政再建、そのことにもう全力で当たってきたわけでありますが、プロとして本当にその意味においては全国の自治体さまざまなところで活躍してきた、そしてまたかつてのキャリアである総務省において地方再生というその現場の姿というものを、いろんな形を、いろんな在り方を、いろんな再生の仕方をしっかりと見つめてきた、あるいは共に全国の市町村と歩んできた、この彼だからこそこの青森市を再生することができる、皆さんそう思いませんか。そうです。小野寺明彦にだからこそ頑張ってほしい。
自分の好きな街でもあるからだ。その思いでマイクを持たせていただきました。しかしそういったまさに仕事ができる、しっかりと役に立つ、それだけではない。昔からこの仕事ですから、総務省行ったり来たりする中で、結構こいつやんちゃで、ごじょっぱいで、お茶目で、面白い、人間として面白い。今この町が求めているのは、規制概念とか規制感覚とか、そういうことも全部突破して、突破力だ。おのでらなら、こいつめっちゃ面白いよな。俺なんかよりこれさ、めっちゃ面白いよな。そういうこともあるんです。政治やっぱり人です。人と人とがそれぞれに熱い思いを交換して、その熱い思いを本当に具体の現場で町づくりに生かしていく、そのことができる、この性格ったら失礼だけども、伸びしろがあるという言葉を言ったんですけども、何ぼでも皆さんに勉強させていただいて、一人一人の意見をしっかり聞かせていただいて、それを確実により良いものとしてこの町に生かす、そのこともできる、それが私が応援したいその思いであります。自分自身もこの青森という町が本当に好きになったから、だからこそ未来を、一人一人の市民の皆様方の未来を、この小野寺明子君に託していただきたい、そう思うんであります。一週間、選挙戦一週間です。思いっきり彼にはこういった青空の下を突っ走る思い、思いっきり走っていただいて、一人一人の皆様からかご支援をいただいて、圧倒的確実な勝利をしていただいて、それから先です、本当の大きな再生という仕事、そしてみんながこの町をもっともっと好きになる、そのトップに立ってリーダーとして走っていただきたい、そのことを強く本人にもお願いし、そして何よりもそのためには一人一人の市民の皆様方が、小野寺明彦やれるぜ、一緒に仕事しようよ、小野寺明彦なんかやんちゃだけど、なんかいろいろやりそうだね、伸びるぜこの町も、この政治家も、そういう声を一人一人に、一人一人の市民の皆様方にお伝えいただければと存じます。初めての選挙でもあり、また様々に慣れぬこともあり、様々な小野寺君に対しての思い、それぞれの皆様方あると思います。でも今まさに時代が招いたのか、この町が招いたのか、小野寺明彦ここにあり、だからこそこの青森市を再生し前へ進める、小野寺明彦と私からも心から一人一人の市民の皆様方にお願い申し上げまして、未来を託すぞ、頑張れということでご挨拶をさせていただきます。ありがとうございました。三村知事、ありがとうございます。力強いご挨拶ありがとうございました。